おはようございます。さあ、大にぎわいの山形市なんですが、これね、はい、実は仙台からお送りした。違います、違います。すごい。今日これ過剰セントラルの中にいるんですけども、過剰セントラルこんなんなんだな。こちらね、観光情報センターのすぐ横に併設されました。はい、こちらね、中に自動販売機がありまして、うん、実は4月からオープンしてるんですけども、はい、29社の酒蔵、それ12社のワイナリーが入ってきまして、うん、自動販売機で500円で3つまで試飲が可能なんですよ。もうガチ飲み試飲じゃない、ガチじゃん。いや、もう庭ね大盛況でこれぐらい人がたくさん入ってますけど、すごいです。しなかったね。めっちゃ行きたいでしょ、なんか。うん、行こうよ。ただね、今日はこちらじゃないですよ。ちょっと我慢していただいて。いや、まあ、わかんねえっすよ。いや、まあ、飲んでないっすよね、まだ。どうしたらいいかわかんない。僕たちがいるのは山形市の花城セントラル。山形駅西口に立つ山形のランドマークとして知られています。そして今回のテーマは離酒県フェアでほろ酔い気分。今回ね、離酒県山形フェアというのが隣の会場で大きなイベントやってるんですよ。隣で。そう、だからそちらの方に行ってお酒ちょっと見て回ろうじゃないかって、うん、でね、ちょっと我々にもゆかりがあり、うん、で山形にもゆかりのある方とちょっと待ち合わせしてますんで。俺ふりかけ派なんですよ。いや、ゆかりが混ぜる方とかじゃないですよ。山形にも我々にもなんか縁があると言いますかね、そういう方ちょっとお呼びしてるんで。もうわかるでしょう。せーの、ババちゃん。イエーイ、よろしくお願いします。ババちゃん、ありがとう、はい、ありがとうございます。嬉しいな。いつもね、BS 吉本の方でね、うん、見てるんですよ、これ。ありがとうございます。大ファンで出たい出たい言ってくれてね。そうなんです、ずっと大好きでね、見てますから。しかもあれなんでしょ、ババちゃん、我々は同期、はい、そうなんですね、はい、しかもババ殿は、言ったら山形にもゆかりがあると。そうなんです、うん、実は母方の田舎がね、うん、鶴岡なんです。そうだそうだ、そう、ばあちゃんだよな。ばあちゃんもいるし、うん、でお母ちゃんも鶴岡出身で、うん、子供の頃ね、夏休みは夜行列車に乗って、うん、夜行列車鶴岡行って。そうなんや。でダラジャ豆をむさぼって帰るっていう。なるほど。そうそういう話。今日はその頃に比べて新幹線で来ましたけど、はい、どうでした？もうあっという間ですね。そんなことはないじゃない。そんなことはあるよ。ババちゃんといえば美味しいものに目がないじゃないですか。目がない、目がない、ね、山形で今ね、とても美味しいものをたくさんご用意しているフェアがありまして。あ、嬉しい。美酒県山形フェアということでございまして。お酒好きでしょ。めちゃくちゃ好きです、ね、はい、ね、早速ね、行こうか、行かせていただきましょうか、はい、すごい人やね、はい、楽しみ。行きましょう。今回で3回目で、はい、なんとですね、44社の、酒蔵で18社の、ワイナリーが来ておりまして、そんなに一堂にここに集まってやってるんですよ。水切れとこですから。そう、そうですね、確かに、うん、すごいですね。ちょっとね、紹介したいところあるんですよ。まず最初に、こちらなんです。こちら、このね、山形サンガさん、サンガ、こちらなんですけども、こちらね、詳しい方いらっしゃいますんで、久関さん、はい、どうもよろしくお願いします。どうもよろしく。この山形サンガなんですけども、はい、どういった特徴のお酒なんですか？これはね、うん、山形が開発した純米大吟醸の最高級の酒、最高級酒、雪女神って言うんですけど、雪女神、はい、そのコンテストで1位を取った米だけを使ってるんですよ。これね、さっき聞いたんですけど、はい、この3社、今回これを作っていいよって言われたのはこのサンガだけなんですね。そう、コンテストで1、2、3位。うわ、すごいでしょ。すごい、めちゃめちゃ選ばれしお酒。うわー、でも箱もね、だって高級な箱に入ってますから。こんな送られた日が最高やないですか。最高ですよ、ね、うん、我々は一般の県民の方に飲んでほしいとありまして、いろんなところで買えるようにはしてあります。ありがとうございます、はい、いただきます。ありがとうございます。ただですいません、ほんまに。ただですいません、言わなくていいんです。さあ、揃いまして、ちょっとこの山形さんがめちゃくちゃ甘い香り。あ、いい香りする。じゃあせっかくなんでゲストババゾノさんがちょっといただいてみてどうですか。あ、いいんですか。あ、大山、はい、あ、私大山、大山でいただきます。はい、エキサイディング、エキサイディング。エキサイディングはおかしいやん。美味しい、美味しい、飲めよね。あ、すごく飲みやすくて、まろやかで、うん、甘みがほうふわっと広がるんだけど、はいはい、でも後味爽やか、うん。じゃあ僕も千代ことぶきさん、千代ことぶきでいただきます。ファンタスティック、ファンタスティック。僕は銀麗合算、はい、銀麗合算。
うわぁ、ここジューッとくる。あ、ね、染み込んでいく、分かるよな。泣ける感じ。分かる分かる。おいしいね。おいしいわ。行こう行こう、うん、僕ですとおすすめしたのはここ、はい、この松山酒造さん、はい、ここね、うん、酒蔵としては決してこう大きいわけではないんですけど、はい、小さい酒蔵でありながらもう皆さんに愛されて長年やられてる、知る人ぞ知るメーカーさんでございます。いやもう酔うてるやん。知らんとこで飲んでるやろ。飲んでないですよ。飲んでないですよ。ほんま機嫌がいいだけ。機嫌がいい。酔うとるやろお前。目飛んどるやろ。目飛んどるやろ。お前を殴る。いや殴るとか言ってる。何言うてんねん。こんにちは。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。こちらのね、言ったらメーカーさんは、はい、鳥海山ってバブちゃん知ってる？鳥海山聞いたことある。鳥海山の、 あの軟水を使って、口当たりは柔らかく、でも味はすっきりっていうのを目指してらっしゃる。美味しいお酒なんですよ。方からな。おすすめどれがいいですか？味わいしっかりめの、味わい深いタイプの純米大吟醸。そうですね。玉苗という玉苗お米を使ってます。純米大吟醸。玉苗っていう、玉苗って言うんです。お米の名前です。へぇ、綺麗よ、ピカピカして綺麗。これも、あゆ焼いてるわ。私、あゆ大好き。めちゃくちゃうまいわ。あゆ食べたい。手羽とか、ええ匂いさっしょる。食べたいやん。すごい。ちょっと当てるでしょ。当てはいります、絶対に。山形といえばというところ行きましょう、はい、こちら、タマコンでございます。大好き、タマコン。こんにちは。いらっしゃいませ。よくいらっしゃいました。こちら、僕らの知ってるちょっとタマコンと違いますね。はいはいはい。どういったやつですか？今日のイベントに合わせてですね、はい、日本酒に合わせたようなものを作りたいということで、はい、あの関西のドデニを参考にしてですね、はいはい、最高や、最高にしてもらいましょう。ほら、うわ美味しそう。こんなんよ。うわ美味しそうよ。ちょっと生姜の匂い聞いてたね。なんかね、香りするわ。まず食べたことあるよ、タマコ。タマコ大好きよ、山形来たら大体買って帰るから。あ、そうなんや。そうなんですよ。ほんでヘルシーやからね。そう、お夜食に食べてもね、罪悪感がないわ。なるほど、確かにね。犯罪者の誰事でございます。いや犯罪者なんて犯罪者、ええ、あれ否定せん。松山酒造さん、こちらいただいてみましょうか。透き通る綺麗な色。でもね、香りはそんなあの甘いとかじゃなくてスキッとしてるよね。ね、スキッとしてる。あ、ちょっとほんま感覚違うかも、ね、さっきと、うん、さっきと違うね。どげん、あの飲みやすい。滑らかでね、舌触りが、はい、スキッとしてるし、すごい何この繊細な味っていうかね。なんか爽やか、すごいね。同じ日本酒なのにこうも違うんやっていうね。ね、でも甘みっていうか口触りの柔らかさはほんまにあるし、すごい透き通るし、うん、柔らかいし飲みやすいんですよ。飲みやすい、これやばいで、これは言ってまうね、うん、じゃあこのせっかくこれね、今日本酒いただいてるから、この関西風に日本酒に合うように作ってくれたっていう。これめっちゃ興味あるな。これね、土手に絶対美味しいと思う。いただきます。まあ、でもこんにゃくやもんな。うん、そっか、玉こんにゃくを使ったんだもんね、普通のこんにゃくを。これうまいわ。うわうまい。あ、これもうめちゃめちゃうまいわ。関西に近ない、なあ、うん、近い近い。関西の土手に、うん、あの山形の土手にって、うん、結構サラサラ。そうそうそう、うん、ちゃんとこうお味噌のどあのごてっとした感じが。ちょ、長谷川さん呼んできて。あ、ほんまビンタしよう。お祝いのビンタ。うまい。いや、おいしい、これおいしい、うん、これがこれでいいの。あ、もうめちゃめちゃうまいやん。最高最高やわ。最高。こちらちょっと紹介したいとこあるんですけど、はい、ガッサントラヤワイナリーっていうのが、はい、トラヤワイナリーさん、まあ、西川町、あら、うん、畑やってるとこ。そう、うん、あそこをあの地ワインも有名なんですよ。あ、そうなの。ガッサンの麓にあります、うん、トラヤワイナリーさんは、うん、この自家栽培と契約栽培で、うん、あの厳選したブドウを使ったワインでございまして、美味しいんだよ、うん、今日2人飲んでほしい。ぜひここは飲んでみたいね、うんうんうん、飲んでみたい。あ、見て見て、覗いていい、うん、覗いてもいい。え、ワインと思えんぐらいの色やな。え、ワインの色じゃないよ、ね、ちょっとあの、なんて言うんだろう、オレンジっぽい、うん、ね、綺麗んだけど、あれ、ブドウなの。ブドウ、すごい綺麗な色よ。オレンジワインというものでして、はい、はい、今までですね、あの白ワイン
ロゼワイン、赤ワイン、3種類ありますね。そこにですね、最近この第4のワインと呼ばれるオレンジ色のワインで、その白ワイン用のブドウを、まあ、デラウェアですね、を、まあ、赤ワインのようにですね、こう皮とこう一緒にブレンドして、そうですね、していくと、この皮の色、デラウェアの皮の色がこう出てきて、このような色に、この皮のね、ちょっと味わいというか、白ワインよりももうちょっとリッチな感じのする味わいのあるワインになって、赤ほど渋みは強くないけど、白よりは少し芳醇な、中半端やない、や中途半端やな。あ、そう、ぶどうジュースみたいな、あらら、デラウェア使ってるから、なるほど、すごいポップな香りがする。いただきます。デラウェア、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 マジで、あ、飲みやすい、すっきりして、へえ、これ美味しいかも、マジで美味しい、なんか確かに、もうベロベロやん、ブドウの香りがね、濃縮されてんだけど、飲んだら意外とすごいさっぱりしてんの、美味しい、これ飲みやすい、ほんまにや、全然違うわ、飲んだイメージと、香りと味が全然違う、めちゃくちゃ飲みやすいわ、これ飲みやすい、飲みやすい、皮の感じ感じるな、ね、ね、とこのマッシュルームのさ、あ、ピクルス、ピクルス食べてみたい、なるほど、これピクルスらしいのよ、わお、いい、マジ、オーマイガー、オーマイガー、おいしい、まあ、これマジでいいよね、この2つ、このセットいいよね、この組み合わせ最高、このセット最高、まあ、じゃあこれね、言うたら今日美酒券、はい、ね、山形フェア来させていただきましたけど、いかがでしたか、もう本当にね、うん、ただただ幸せな時間でね、いや、そう言っていただいたら嬉しいわ、ね、しかももう駅ですぐでしょ、駅出てすぐ、うん、そう、これはね、ここ目当てにやっぱり他府県からも来てほしい、マジでええな、ね、マジで、だから地元の人たちも改めてね、この山形の魅力、うん、ね、あの感じてほしいですし、うん、こんだけお酒飲んでて、日本酒飲んでて、うんうん、いや、絡んでくるやつゼロやったのがすごないか、ほんまにマナーはほんまにマナー、普通やったら何やってんだ、うん、てめえとか、誰だよこいつって言われんねん、関西あるあるとか、ね、関西はもうね、よありますよ、絡まれるのが日常ですから、うん、いや、なんか、地域やなと思う、なんかほっこりしてる、来年ある場合はぜひとも山形で実際に味わっていただきたいと思います、はい、どうぞでございます、バカちゃん今日はありがとうございました、ありがとうございました、山形最高、よいしょ、日本遺産山寺と紅花を構成する市と町では紅花スタンプラリーを開催中です。スタンプが設置されたスポットを巡り、観光を楽しみながら紅花の文化に触れてみませんか。素敵な記念品を用意してお待ちしております。